お運びで御礼申し上げます。おい、おか、今が来たよ。おい、おか、今帰ってきたよ。誰？なんだ、誰かと思ったらお前さんかい。帰ってきたのかい？あら、まあよくうち忘れないね。もういいんだよ、帰ってきたってお前さんのうちなんだから。だけどお前さんバカに早いじゃないか。まだ日が高いんだよ、ね、もう一回り商売してきなさい。八百屋なんていうのはね、お客様から忘れられちゃうと大変なんだからね、怠けないで、もうなんだ人稼ぎしといでよ、もう一度行きなさい。もう一度よせよっか、ちょいと見つくれよお前。俺はもうね、今日の品物みんな売れちゃったんだよ。どういうわけだか、どこ行ってもね、ああ甚平さん待ってた待ってたってんでね、みんな売れちゃってさ、もうね、ナッパ一つ残ってねえんだよ。それで帰ってきたんだ。あらまあ、お前さんみんな売っちゃったのかい。まあ大した腕だね。そうかい、まあお前さんがね、いい品を安く売るから皆さんにご贔屓になるんじゃないか。そうかい、ご苦労さん。それじゃお前さんくたびれたろ。それだよ、くたくたになっちゃったよ。そうかい、いやね、あたしゃね、お前さんの帰ってくるの待ってたんだよ。おお、おめえでも何か、俺の帰りが待ち遠しいなんてことがあるのかい。いやだね、この人は。いや、そうじゃないんだよ、急用があるんだよ。おお、急用？なんだい急用って。いいえ、水汲んでもらおうと思ってさ。ちょっとお前いい加減にしてくれよ。お前急用ってからお前何だと思ったろ。お前水ぐらいお前が汲んだらどうだい。いいじゃないかな、お前さん井戸端までね水汲み行くの大変なんだよ。私はか弱い女なのね。私が水をね持ってね、腕やなんか折れたりなんかしたら困るでしょ。お前さん表にまだいるんじゃないかね。ついでだよ、武将しないで汲んどいで水を。水が、分かったよ。じゃあいいよ、水汲んでくるよ。そうどう、水汲んだ。ああそう、はいはい、ご苦労さん。やっと、まだ上がっちゃいけないよ。そこにあのお米が上がってあるからさ、それついでにちょっと研いでおくれよ。お前、お米ぐらいお前が研いだらどうだい。いいじゃないかね、立ってるものは親でも使えてんだから。お前さんそこにいるんだろ、ものにはねついでってことがあるんだよ。武将しないでやっておくれよ。分かったよ、じゃあいいよ、お米研いじゃうから。そうよく研いで、え、ああそう、ああ終わった、はいはい、ご苦労さん。やっと、まだ上がっちゃいけないよ。お前、まあ、そこにたらいがあんだろ。たらいが、え、おお、たらいがあるよ。そこにあのほら洗い物があるからさ、それちょこちょこっと洗濯しておくれよ。ちょっと待っつくれよお前。そう、洗濯ぐらいお前がしろよお前。おい大地、これおめえの腰巻きじゃねえかよお前。お前やだよお前、亭主が女房の腰巻き洗ったなんて、またおめえこの町内で俺評判になっちゃうよお前。顔向けができなくなる、やだよ。いいじゃないかな、私が頼んでんだから。人が何と言おうと構わないでしょ。私の腰巻きお前さん洗ったっていいじゃないかね。お前さんのふんどし私が洗うんだよ。ねえ、これお前さんいいだろ。私がいいってんだからやっておくれよ。うん、分かったよ。じゃあいい、お前が洗えってんなら洗うよ。そう、よく洗ってね、それで吸いで、であのね、まだあの日があるからね、日のあるとこ乾かしておく、すぐ乾いちまうから、そう、干しておくれよ。うん、どうした、洗って干してきたかい。あ、大丈夫だよ、ちゃんと干してきたよ。あら、そう、ご苦労さん。どこへ干したんだい。いや、日の当たってるところがいいって言うからさ、お稲荷様の鳥居干してきたよ。愛さん、大変なとこへ干したね。そんなことしたら罰が当たるじゃないかね。まあいい、私が今取ってくるからさ。じゃあもうご苦労様、疲れたろ。え、こっちお上がり。上がりよお前、くたびれたよお前。仕事から帰ってきてお前、あれしろこれしろってお前、ついでが多すぎるよお前。え、いやいや、先飯食っちゃうよお前、腹ペコペコなんだお前。うん、このまんま湯行ったらお前、なんで俺湯の中浮いちゃうよお前。なんで身から食わしておくれよ。あら、そうかい、じゃあね、そこにお前さんの好きなものがあるからさ、それお上がりよ。え、そうかい、俺の好きなもの、お、おこわだなおい。俺おこわ好きなんだよ、お赤飯は。ありがたいね。え、これお前がなんか作ったのかい。いいえ、それね、もらいもんなんだよ。もらいもの、誰にもらったんだい。
いや、そこの先生だよ。先生ってと、お医者さんの先生だよ。ああ、あのお医者さんが、なんだってこんなお赤飯くれたんだい。いや、なんだか知らないけどね、あのお医者さんのお出入りしているお屋敷でめでたいことがあって、いただいたんだってさ、それでね、我々に配ってくれたんだよ。おそうか、ありがてえな、我々お赤飯好きなんだよ。じゃあね、お、一緒に行こう。え、お前こっち来い、一緒に行こう。いいんだよ、私はお塩が残ってるからね、お茶漬けにするから、お前さん好きなんだから一人でお上がり。そうかい、本当に一人で食っていいの？ありがてえな、そうかい、俺は好きだからみんな食っちゃうよ。いいんだよ、お食べ。え、お前さんね、好きなんだから。そう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 。え、いや、あの慌てて食べるんじゃないよ。その箸の持ち方をちゃんとしなさいってんだよ。ガツガツしないで、よく噛んで、飲み込まないで、そのよだれを垂らさないで。うるせえなおい。お前がそばで何か言ったら身にも皮にも黙ってろよ。まあ好きなんだねお前さんは。見る間に食べちゃったね。ああごちそうさま。いやもう腹いっぱいになったよ。じゃあ俺これからゆい行ってくるよ。あらそうかい、ゆい行くんだったらお前さんちょいとねついでに頼まれておくれよ。まだついでがあんのかお前。何するんだい。いいよ、ほらさ、先生のうちの前通ってからお湯屋行くでしょ。うん、だから先生んとこ行ってさ、お赤飯のお礼言っといておくれよ。おい、よせよお前、お礼なんざお前が言ってこいよ。いいじゃないかね、食べたのお前さんなんだから。食べた人がね、お礼に行けば向こうだって喜ぶじゃないか。ああそうか、なんで食べなきゃよかったな、あんなもの。じゃあいい、お礼に行ってくるよな。じゃああの先生のとこ行って顔を覗かして、先生お赤飯うまかったよってそう言えばいいのかい。そんな言い方があるかね。子供じゃないんだから、私が教えてやるからよく覚えときな。表から行ってダメだよ、裏から行くの、裏から。そうそう、そうとあそこの書生さんが出てくるからね、先生はご在宅でございますかって聞くのね。でいると言ったら、お目にかかってお礼を申し上げたいとこういうの、いいかい。で先生の前に出たらね、丁寧にお辞儀をして受けたまわりますれば、お屋敷から何か ご到来の儀だそうで、誠におめでとうございます。私どもまでお赤飯をいただきまして、誠にありがとうございましたって、お前さんこう言うんだよ。それ誰が言うの？お前さんが言うんだよ。いつ？これからだよ。それダメだよお前、俺八百屋だよお前。そんな長いこといっぺんに言ったら泡くって死んじゃうよお前。だらしないね、これだけのことが言えないのかね。じゃあね、私が口移しで教えてあげるよ。え、口移しで教えてあげるってんだよ。口移し。まあまあ夫婦だからね。まあそれはいいけども、まだ昼間だよお前。俺は照れる。何を言ってんだねこの人は。そうじゃないんだよ、私がね区切って言うから、お前さんも続いて言ってごらん。そうすれば覚えられるだろ、いいかい。向こう行ったらね、受けたまわりますれば、何、受けたまわりますれば、受けたまわりますばば。なんだかだらしがないね。まあまあそれでもいいやね、お屋敷から何かご到来の儀だそうで、お屋敷からご到来の儀だそうで、誠におめでとうございます、誠におめでとうございます、私どもまでお赤飯をありがとうございました、お門の多いところ。私どもありがとうございます、あのお門の多いところと、これでいいんだろ。お前さん何言ってんだかちっともわからないね。いいよいいよ、そのくらい言えばね、向こうだってね、なんだか何言ってるかね、分かってくれると思うから、いいかい。あ、それからね、あのしまいにね、私がよろしくってそう言っといておくれよ。え、いや私がよろしくってそう言うんだよ。誰が行くの？お前さんが行くんだよ。俺が行って私がよろしくってのだって、お前俺が行って私で、おだ俺が私で、じゃあ私は誰でしょう。女房の私がよろしくってそう言うんだよ。
あ、そうか、そんならいいんだよ、お前。出し抜けに私がよろしくってから、お前。俺が私で、私が俺で、お前。頭こんがらがっちゃったよ。それ言わないと、お前さん、うち入れないよ。一番しまいに、私がよろしくってのをね、きっと言っておくれよ。大丈夫だよ。いいよ、言うよ、分かったよ。じゃあ行ってくるよ。ああ、驚いたね。うん、こんなことなんだったらあんなお席が食うんじゃなかったよ、お前。でもなんだね、うちのかかってのは大したもんだね。お席飯のお礼を空で言えるんだからね。長屋のね、みんながそう言ってるよ。甚平さんのおかみさんはね、物知りだ物知りだってんだ。物知りだよ、あれだけのことを知ってるんだもんね。大変な物知りだよ。それで俺が尻に敷かれてるんだよね。長屋の連中みんなそう言ってるもんね。甚平さんはね、女房の尻に敷かれてる、尻に敷かれてるってんだ。しょうがないよ、敷かれたってね、あれだけのこと知ってんだからな。すいじゃあね、お礼を言ってね、お湯行かなくちゃな。裏から回れってたな。どうも、甚平ですが。おい、お、これはこれは、おいでなさいまし。何かご用で。先生は。先生はいらっしゃいます。あ、そう、先生がいたら談判したいことがあるんでね。ちょっと会わせてもらえないか。さようでございますか。ちょっとお待ちを。先生申し上げます。どうした、なんだ。ただいま長屋の甚平さんが参りまして、先生に何か談判があるという。いかがいたしましょうか。なんだ、ああ、甚平さんか。いやいや、面白い人だ。こっちに通しない。いいよ。あ、甚平さん、よく来たな。さあさあさあ、こっち来。おい、座布団持って、座布団。さあさあさあ、座布団。お茶かなんか入れて。さあさあ、甚平、まあまあいいから、こっち行きなさい。いやいやいや、よく来てくれたな。いや、私はね、お前さんが好きなんだよ。あ、そうですか。私は好きじゃありませんよ。そういうとこが私好きなんだ。よく来た。なんだ、え、どうした、何か用があって来たのか、どっか具合でも悪いのか、体見てあげようか、どうした、なんだ、なんだ。いや、先生ちょっと待ってさいよ。その先生の方ばかりどんどん行っちゃダメだよ。こっちだってちゃんと言うことがあるんだから。じゃあ先生行きますからね。先生はご退屈ですか。お前さん、出し抜けに妙なことを聞くね。私は別に退屈はしてませんよ。あ、そう、退屈してないと困るんだけどね。いや、ご退屈なら先生にお目にかかりたいんですが。甚平さん、お前さん、さっきからもうここでお目にかかってるよ。あ、そうだ、お目にかかってるんだな。それで受けたまわり、バスババア。こんなとこで負けといてくださいよ。何かお屋敷がおともらいだそうでございまして、誠におめでとうございます。お門の多いところ、手前どもまでお席とありがとうございます。甚平さん、お前さん、何しに来たんだよ。なんだか言ってることがわからないじゃないかよ。おいおい、ちょっと来ておくれ。なんか甚平さんが言って何なんだ。え、あ、そうか、あのことか。よしよし、あ、わかったわかったよ、わかった。甚平さん、お前さん、お赤飯のお礼に来たんだ。そうかそうか、お前さん、こう言いたかったんじゃないかい。受けたまわりますれば、お屋敷から何かご到来の儀だそうで、おめでとうございます。お門の多いところ手前どもまでお赤飯をありがとうございましたと、こう言いたいんだろう。そうなんですよ。先生聞いてた。いや、聞いてない。そうかそうか。いや、そんなことでお前さんね、わざわざね、来てもらって悪かったね。あんなことでお前さんね、わざわざね、来なくたってよかったんだよ。そうなんて、あっちも行くの嫌だったんですよ。で、うちのね、あれが行け行けって言うから、しょうがねえから来ちゃったんですけどもね。で、先生、そのお屋敷でめでたいことがあったって何があったんですか。
いや実はな、あそこのお屋敷、お嬢さんがいらっしゃるの、お前さん知ってるでしょ。ちょっとな、こんとこな、ずっと長いこと寝てらっしゃってな、いろんなお医者さんが見たがどうも良くならない。でこの度私が診察をしてお薬を差し上げたら、これがお前さんな、あのお嬢さんご全快になったんだ。いやでもそれは良かったですよ。それで何かもらったってんですけど、何もらったんですか。ああお礼と言ってはなんだけどってんでね、大したものをいただいたんだよ。実はね、熊の皮を頂戴したんだ。熊の皮を。へえ、それあるんですか、うちに。ちょっとそれ見せてください。ああ見ておくれ。さあさあこっち来てごらん。大したもんだよ。さあさあこっちおいで。ほらここにずっと広げてある、これが熊の皮だ。どれ、あ、これが、はあ、はあ、これが熊の皮。ちょっと触っていいですか。へえ、これがね、へえ、あれこれ先生ずいぶん毛深いんですね。いや、これお前さんね、熊の皮だから毛深いんだよ。あ、そうですか。あらあら、なるほど。これ、あの、どうするんです。え、いや、これ何なんですか。いや、何なんですかって、これはな、まあね、夏は涼しい、冬は暖かいというので、まあまあ敷物だな。敷物なんとか。先生、敷物っていうのは。敷物でお前さんにわからないか。まあ早い話が、これはね、尻へ敷くんだよ。え。いえ、尻へ敷くんだよ。尻へ敷く。あ、女房がよろしく言ってました。